皆さんどうもおはようございます。七尾でございます。おはようございます。今日もね、団地前に相変わらず来ております。でやりたいことがね、前からあったんですよね。この平鈴木、ロットでですね、11フィートなんですけども、この平鈴木ロットで、P2 号を巻いてあります。リーダーは25ポンドぐらいなんですけど、あ、30ポンドかな、なんですが、これでね、この沖にたまに出るボイルまで届かないかなと思って今日はやってきたんですけども、まあ案の定今ちょっと揚げ潮で、もうそろそろね、たるよくなってきて止まっちゃいそうな感じの雰囲気なんですが、とりあえず僕はね、時間選べないんで、この時間帯でやっていきたいと思います。はい。でね、いつも使っているシーバースタックルはちょっと荷が重い、メタルシャルダスですね。メタルシャルダス 45g あるんですよ。ね、これをちょっとね、最初使って、で、次に、ビッグベイト投げれたらと思ってます。はい、そんな感じでちょっと重めのルアーでやっていきたいと思います。あとはリリックとかちょっとね、飛ばせて、いつもの竿では届かないかもしれないゾーンまでリリックとか飛ばしていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、水温計見ていきたいと思います。濁り具合はですね、昨日と変わらないですね。うん、もうちょっとデイでは濁っててもいいのかな。あ、でもちょうどいいかもしれない。僕的にはちょうどいい濁りです。こんな感じ。はい、手前の岩は意外と綺麗に見えてますけど、ちょっと奥行くともうほとんどそう見えないんで、まあまあ濁ってます。はい、天然のリコーダーみたいなの釣れました。いろんな表情がありますね。江戸川の岸はいろんなものが落ちてます。バラエティ豊富。水温は 23.2 度、 23.2 度です。ちょっと落ちちゃいましたね。まあ、ちょっと今日涼しいんで、その影響もあるかと思います。はい、やっていきます。まずはシャルダスでいきます。ちょっと今日押し気味なんで、朝にミッションがあるんでね。見せてましたっけ。6月11日7時42分、お願いします。さあ、かっ飛ばすぜ、気持ちよく。キューエドで平鈴木タックル、まあ、ちょっと僕の中ではサブタックルですね。風神 R のロック&ストーム 116M なんですけど、軽くてね、いいんですよ。バラしにくい、ヒラをちょっと、まあ安めだから心配ではあるんですけど、このね、この曲がりがいいんですよ。はい、じゃあ沖へぶん投げていきたいと思います。ちょうどね、あそこに薄い潮目が入ってると思うんですけど、まあ何層か入ってるんですけどね、それを狙っていきます。お願いします。ツインパワー、古いツインパワーですね。2個前かな。はい、まあ好きな形ではあります。お願いします。ほうほうほう、飛ぶけど、もうちょっと飛ばしたい。これで食わしても多分50、60クラスだったらちょっとね、ぐいぐい寄っちゃうかもしれない。ロッドのパワー的に。まあ全然それでも楽しいですけどね、新たなチャレンジです。ビッグベイトも投げれると思うんですよね、これならね。で、これにはもう間違いなく必要なのは5フィンガーじゃないと指なくなっちゃいますから、人差し指でハンコ押せなくなっちゃうんで。よし、動いてる、いい感じ。ただちょっとダウン気味、こっちダウンじゃないか、こっちでズバーって風吹いてるんで、 4,5 メーターぐらいの風が、それもちょっと気になるんですが、とりあえず今日はもう沖一辺と。あれ、まあ乗せれてるけどそこまでじゃないな、飛距離が。想像したのとちょっと違うな。リリックの方がいいかもしれないですね。ちょっとね、コメントをいただいたら、お返事いただいた人だと結構毛虫いるらしいんで、
でもこの海水とか嫌わないのかなと思うんですけどね、海水の風、潮風、毛虫さん、多分アメリカシロヒトリとか桜につくんで、それ気をつけないとですね。まあ茶毒蛾よりかはまだマシですけど、見た目はあの見た目の破壊力やばいんで。よし、どんどん投げていきます。ガン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 、ほら、一回そこ取りますか。一応はい、着手多分3メーターぐらいですかね。もっとあんのかな。ズボッと入った瞬間にかなり潜ると思うんで、それが踏まえてもまあ3、4メーターぐらいですかね。着水地点は、さあさあさあ、あとはあれも持ってきて、パワーシャも持ってきて、パワーシャ、パワーシャットの、ジグヘッド重めで、静かヘッドの重めで、ちょっと遠くを狙いたいなって気持ちもあります。もう一回こっちにダウンの、ほら、これは結構飛んだ。ちょっと竿立てて早めに巻いてきます。ジギン、昭和ジギみたいになってますけど、キューエイトで昭和ジギ、まあジグじゃないけど、いや左肩ね、左腕、背中にかけて湿布張ってんですけどね、まあ、首のところはちょっと剥がしてきましたけど、紫外線が怖いから。あと1投でちょっとルアーチェンジしたいと思います。アップで投げていきます。ほら、ああ違うか、今上げてるからダウンですね。こっちはよし、次にビッグベイトを行きますか。疲れる、すっごい疲れるこの釣り、めっちゃ疲れる、すごい負担がかかる。よし、昨日動画残ってましたっけ、エイかなんかかかったんですけど、あれは延長戦だったかな、エイがかかったんですよね。やっぱエイはすごいんですね、トルクがすごい。あ、ちょっとやっぱりパワシャでいきます。パワシャ、重めパワシャ、ビッグベイトは最後に取ってきますか。よし、ビッグベイトそのまま入れてますからね。フックカバーつけしてますけど、時間がなかったから朝もう詰め込んできた。これはもう平続きで使っているセッティングですね。静かヘッドの 24g かな。それにパワーシャーをちょっと5インチを切ってます。これで沖へ投げて遠くを狙えたらなっていう思考でやっていきます。こっちがアップだから、こっちがダウンは、ほら、危ねえ、ウニ当たりそうになった。そうでもないな、でも P2 号なんですよね。でも一応
もうそこずる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 やってきます。いつも釣れないのにこれで釣れたら面白いですけどね。まあそれも釣りですよね。何が釣れるかわからない。ちょっとこの白パターンっていうのをね、気にしだしているちょっと視聴者さんがいらっしゃったんですが、荒川でこの間釣りした時に 2,3 日前ですけど、この白のね 12、3センチのが打ち上げられて死んでたんで、まだ新しかったんですよ。だから結構入ってきているのかもしれないですね。ちょうど食べ頃の大きいシーバスが捕食しそうなサイズというか、いい感じのサイズのこの白が確認できましたね。やっぱあの潮目届かせなきゃ意味ないから、リリック行くかな。フォアームでズルズルやったって、僕がやりたいと思ってるその表層ではないんでね、表層をちょっと狙いたいんで、ビッグベイズはさらに飛ばないと思うんで、ちょっと一回こっちのショアライン投げます。持って。しばらく行ってないんでね、平鈴木も緊急事態宣言が発令されてますので、私行ってないでございます。あ、もう下げ始めてますね。早いな。もう一回ちょっとクロスでじゃあ投げて、そこ取ってきて、で次に、リリックやって、はい、リリックやって、まあレビンでもいいんですけど、多分レビンだと届かないかな。リリックで、リリックが一番飛ぶと思うんで、リリックで一番遠くを狙っていきます。捕食音がな、風があるとね、ちょっとかき消されちゃうんですよね。よっぽどこっちに風が吹いてるとか、運が良くないと聞こえないです。何発か聞いてるのは全部無風の日なんでね。よし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 。チェンジチェンジ。リリックリリック。あ、スーパーヘビーな鉄板でもいいんですけどね。あ、ヘビーショットもあるな。まあいいや、とりあえずリリック。はい、リリック 32g いきます。やべ、こっちってぶつけた。おっしゃ行くぜ、よっしゃ行くぜ。驚きくん、よくわからない着地してる。風がちょっとな、吹いてきちゃってるのは残念。もうほとんど昭和時期ですよこれ。青物ハンティング、これで昔闘魂ジグってやつで、ナブラに向かって投げて、ナブラで食わなかったんですけど、暴走の糸で、ナブラが離れてずっと追ってきてたんでしょうね。もうトップでガーってこうずっと水面をバシャバシャやりながら
トップみたいな感じで引いてきたんですけど、ジグをドーンってめちゃくちゃ下から出て、で一回ミスバイトして、でもう一回ドーンって斜めに出て、でそれでも乗んなくて、でもう一回最後の人がズボッと食ってきて、でやっと乗って、そこからジーってもう止まんないっすね。結局10キロ弱あったんですからね。冬のブリで丸々に太ってて、寒ブリですよ。食いましたけどうまかったですね。2匹釣って持って帰ってきて、車冬なのにガンガンに冷房をかけて、クーラーボックスそんな大きいの持ってってなかったんで、あの90リットルの大きいゴミ袋、ちょっとしっかりした半透明系の入れ物のやつに、しっかりしたカタカサ系じゃなくて結構しっかり引っ張っても切れない系のポリ袋を二重にして、氷ロックアイス入れて、で助手席にクーラーボックスじゃない、いや、あの魚寝かして、それで帰ってきましたけど、内臓だけ取ったのかな確か現地で。うまかったですね、脂が多くて。さてダメだから、次はビッグベイトか。よし、ビッグベイト行きます。どんどん行きます。さあ、ビッグベイトを背負えるかどうかが問題。ジョイクロこれでいきます。178ミリの63グラムですね。これがロットが56グラムだから容量オーバーですしかしやるしかない。ちゃんと泳ぐんですよこいつ、見えますかね、ほら S 字がすごい、見えます、 S 字蛇行がちゃんとすごいんですよ。バカにできないんですよ。さあ、アップ、飛ばない全然飛ばない、多分25メートルぐらいしか飛んでない。こんなんで釣りになるんでしょうか。ズゴンズゴン動いてます、ズゴンズゴン、すごい。うわ、動いてるわ動いてるわ、ちゃんとすげえわ、すごくねえけどちゃんと動いてるわ、動いてますね。いくら、うわ、ちゃんと飛んだ、よし、 30m も飛んでないかな、今ので 25m ぐらいかもしれないですね。でもね、釣れない確率はゼロじゃないですから諦めないです。あ、釣れる確率はゼロじゃないですから、いろいろやってきますよ。あと現実的に最後一発、あのパワーブレードの24か、ちょっと重たいやつがあるんで、それもちょっと投げ、あ、最悪だ、めっちゃエビってた。ウータイさんがウータイさんがいる、ウがいるよ、ウが、どっか行ってくれ。さあ、今度は沖へ投げてみたいと思います。よいしょー、大失敗。やっぱシャドウが効いてるから後ろがねぶつかっちゃうんですよ。ここはちょっと早め、見切られないように早め、
よし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 、もう一回回っちゃうな、難しいな、結構よっこらせって投げんのかな。一応動いてはいますね。よっこらせ投げていきます。よっこらせ、はい慣れないことはするもんじゃない。よし、やっぱちょっとこっち向かい風だけど OK。 今何分だ、そろそろ終わりっす。あー、エビってるかなこれ。ラストキャストがエビってるって寂しいな。ほら、エビってる。のでもう一回くるくる回ったらそれはエビるわなって感じですね。でも大丈夫そうですね。ジャク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 、ちょっとプチジャクツイッチ。はい、ということで、今日はこれですね。旧江戸川でヒラスズキタックルとビッグベイト、ビッグベイトとヒラスズキタックルでちょっと挑んでみましたシリーズでした。はい、ではね、もう10分ぐらいやれるかなと思うんで、それをやったら終わりたいと思います。はい、はい、皆さんどうもありがとうございました。またこんなのやれたらなと思うんで、ビッグベイトはね、またいつかやれたらなと思います。はい、では失礼します。さよなら、よっぱーい。